AE パホスはかつてキプロスパホスを本拠地に活動していたサッカークラブである。もともとパホスにはアポップとエヴァゴラスという二つのクラブが存在し、共にファーストディビジョンやセカンドディビジョンに在籍していた。しかし他の都市のクラブのように一部リーグ常連というわけではなかったため、強いクラブを望んだポーターの要望を受けて二つのクラブは合併し、 AE パフォスが発足した。二つのクラブが AE パフォスを結成するために参加したとき、アポップは一部に、エヴァゴラスは二部に在籍していた。AE パフォスは、アポップの歴史を引き継ぐ形で一部リーグに参戦した。クラブは、しばらく第一部に残っていたが、2005年に二部に、降格した。2005から06シーズンは二部なら、から、キプロスカップの準々決勝に進出した。 同じシーズンに AE パフォスはセカンドディビジョンで優勝を果たしファーストディビジョンに昇格した。しかし低調な成績に終わり1年での再降格を余儀なくされた。2014年6月9日 AE パフォスは AE ククリアと合併し新クラブパフォス FC として発展的に解消した。ありがとうございます。